はい、と2023年1月24日になりましたので12時10分でございますということで、あの行きましょうという前なんですけどさ、いや何どうしたの、アマゾンのさ、いきなりなんか私のアカウントログアウトされとってさ、で何ログインできんだわ、いやあのなんだろう、なんか買おうとしたんだわ、日用品かなんか、いや100均行きたくないもん、めんどくさいもんでさ、買おうとしたらなんだろう、あれログインしてなんかメールアドレスかなんかのところに認証のやつがさ、メールアドレスに届かんのですよ、いや私全然メールなんか使ってないもんさ、うん、見てもさ全然届かんのですよ、前届いたよな、ググってもさちょっと時間かかりそうで、とりあえず明日そればっか気になって、対戦のことなんかさ、あーでもやらなかんけどどうしようって、そこそこやっとんじゃないということで、まあそんな推しじゃないですけどさ、71の48、微妙か、微妙だな、まあとりあえず行きましょうってことです。もうアマゾンだってそれより、あれなんだろう、アプリとかインストールしてやったりスマホとかでやろうとしてもさ、アカウントもう一個なんかあれなんかな、で自分にいかんがカラメール売ってみたら届くんですよ、届いとったもん、いっぺん売ってみた、メールなんか見んもんね、まあ いや頑張ろう、うん、ずっと見んもんでさ、どうやれなんだろう、ググってもなんかあれで、でなんかカスタマーセンターじゃないか、なんかそういうとこ電話するかなんかないんかなと思ってさ、あの私あんまりっていうかだいぶコミッショナーもあんま電話とかしたくないんですよ、いや好きじゃない、うん、山奥とかああいうとこでなんか暮らしたいような人だもんさ、基本的にまあちょっと明日それやらんとさ、うん、まあコーヒーとか どうでもいいもんね、漫画買えんでかん、Kindle 買えんでかあかんわ、あれちょっとどうしようかなと思ってさ、うん、アカウントもう一個なんか私のなんかどっかで拾ってきたんかな、どう思います、私これでいいよ、右までは出るけど5100でオスヌって打てるの、いや一応やめとんだけどさ、そればっかずーっと頭が気になってさ、うん、っていうことかな、うん、そこがね、いや本当にずーっと気になる、それやりかけたらもうちょっとあそこあかんよなと思ってさ、うん、なんかちょっとやってたんですよ、そしたら時間過ぎるの早くてさ、ログインしんとなんか要は何にもできんような状態だけど、そのログインができんから教えてくれみたいなさって思ったんですよ、うん、これがさ、で全然話飛ぶでしょう、何を引き継いだらなんかアホなことじゃないけどできるかなとさ、結構これ面白いよなと思ってさ、耐久値めちゃめちゃ高くないですよ、どんなもんなんだ、7500の 50%、 1万ちょっとぐらいとか比で、で3人体制など当たり前だと 3人しか攻撃ないですか、耐える可能性高くてさ、まあ、ちょっとやったろう、こういうこともまあできるよみたいな、うん、っていうとこがある、うん、これ一応私多分といた方がいいかなと思ってる、ちょっと打てんでしょパレンケだと、パレンケとか2体並んだ時とかちょっと自分とかうまく吸った時とかさ、なんか再起動みたいなことがさ、うん、ちょっと面白いよなってって思ってやっとる、それぐらいしかなかった、あのあれじゃないけどさ、先生のあの少なくのやつ、ちょっと待ってよ、あれわかる、6800に50%かけてって自分も全体打てるし、うん、あれはいいよなって、少なくやってたから似たようなコストで、ただ一発打ったら終わりだし、その後別にこう火力高いわけじゃないし、いろいろやったんですよ、お城さんとか北間さんとか、北間さんはやってもあれだな、いやだったらもうあれだわ、うん、あこれはちょっとあれだろうな、まあ打てるわけないよな、あれだな、ここでも結構ウーマン対策とかさ、そんなに5億の壁とかかかるから避けてさ、ショーカーとかに、なんだあれ、多分こっちぐらいじゃないと火力あれじゃないかな、どうだろう、連撃あるでどうだろう、どっちか一体落としたら悪いかなと思って、うん、あ意外にあれだったんだね、ありがとうございましたということで、みんな2ヶ月になった、アマゾンのことじゃないよ、アマゾン気になるね、うん、
もうアマゾンでもそうじゃん。ありがとうございましたということで。ありがとうございましたということで。でもアマゾンあれじゃないです。ないと生きていけないです。ありがとうございますと。だってコンビニとかでも受け取ったりできる。あれ旅先とかめっちゃ便利なんですよ、マジであれ。次の街行くとき、その街になんかいるもん送っとくんですよ。そんな使い方しとったら、うん、そんな使い方しましたよ。うん。それがちょっとさ、日程がずれたりするとさ、そこの郵便局じゃないけど、ローソンかか、コンビニとかか、まで戻らなあかんのですよね、あれ。段取りよくさ、しんと。あんた段取り悪いでしょ。行き当たりばったりで旅行とかするでしょ。うん。まっすぐ行ったったんだ、くるって回ってくるでしょ。うん、戻ってくる。うん。ほんと、そればっか気になって、もうそわそわ、そわそわしとるもんね、なんか。ちょっと、あれ頼むわ。オズヌ打てるんかな今、ちょっと打ってみるけど。4000いくつだったよね、あれって。5100は打てたのね。クラッシャーがおるな、あれ。これ正直2枠の色合わせ分からんわ、これは。1枠で色変してくるならっていうのはあるよ。ああ、水変するなら、非変シーン方がいいかなとかは、それはあるよ。じゃあ、なんで非変したの。うん、そこはある。ここででも耐える。まあでも1個ぐらいか。そこまでここでは思ってない。うん、エンパ強いよ。これ好きじゃないな。好きじゃない。今日4回か5回ぐらいで撮る。私が迷っとるのなんかこれあれかな、読み取っとるんかな。まあ、打てんけどね。うん。多分届かんと思う。エンパ強いね。思う。エンパも同じコストだからあれでもいいかなと思う。火力あるからさ。うん。そう。それは思った。召喚任した。うん。ショーカーでも結構よく見る。さっきも言ったあれじゃないですけど、やっぱあれなんだろうな。ゴー君避けて風で、あのあと もう一個いましたかな、あとあれレイティッシュか。うん、あの手の系統、世界師匠とかもちょっと見たかな。ショーカーだね。ショーカー、ショーカーだもんね。こっちか。風はあれだもんな、カットがないもんで、ゴー君みたいな強力なやつがないから、かけていくにはあれだよな。火力上げてって、火パーセント上げて、連撃して、で、最後に出てくるよ、みたいな感じになるんか。っていうとこだな。うん。うまくそうだな。最初どうかなって。今日結構変なデッキとかいろいろ遊びましたよ。うん、遊んだ。あれはさすが暇あれだな。これはこれよ、マジで本当にこれ謎の探しみたいな問題だわ。これ今日一回、そういえば問題ってやさ、あっとったつもりだと思ってさ、ずーっとさ、ありがとうございましたということで、間違っとったみたいでさ、知らん顔して横見て携帯かなんかやったのかな。お前集中しろってマルチタスカーが。うん、そしたらさ、初めて時間オーバーになっちゃった。ありがとうございましたと。チローンってなんかあの時計かなんかの音聞こえた。ありがとうございましたということで、初めてやらかしたわ。いや、あっとると思ってさ、知らん顔して横見とってさ、あのさっきの七星みたいな状況でさ、まあ、別にたげらんでもどっちみちあの最速ボタンだけ押しとけ、あのパレンケ飛ぶでいいんじゃねえぐらいでさ、知らん、ずーっと横見て、なんか携帯じゃないけどなんかやっとったんかな。何をやってたんだろう。なんか全部見とったの、なんかやってたの。アマゾンじゃないの、アマゾンで調べとったんじゃないの。うん、あるかもしれんね。うん、それもあるね。なんでメール届かんだろうな。他のいらんメールは届いとんのにね。アマゾンからのメールだけとかも。前、確か会った時、それ普通にできたと思う。なんか拾ってきたんかな、私。あ、なんか絶対後ろ積んどる。あれ絶対積んどる。これも好きじゃないね。いいね。まあ好きじゃないやつばっか出てくるでいいけどさ。書店の巡り合わせもこれ難しいよな。
まあ、4000円ぐらいの火力でいいかななんて思ったりもする。うん、そこはある。ちょっと待てよ。 OK、 うん、どっち行く？こっちでいいよ。うん、うん、そっちの方があれかなと思った。水で行くんだぜっていう予定かなと思った。 OK、 うん、アマゾンだな、やっぱアマゾンだな。どうな、クリアケースみたいななんか変なやつが欲しくてさ、ここの色はでもほんと難しいマジで。うん、エンパは強いと思う。うん、やってみた、エンパも。うん、ただこっちの方が面白いかなって。うん、3人ならあれだな、これね。3人だからでもこれ耐えるから短縮が打てるってなるのね。田島の再起動とか。ちょっとここはきついけど。うん、残らない。あ、ナザイツ。ナザイツ。あ、ナザイツ、久しぶりに引っかかったから、ちょっと待って、押したろ。うん、なんだあいつ。久しぶりに止められたな。3人だで遅延で寄らんでいいわな、高く食っとったんだけど。うん、ちょっとまた朝ちゃうもんな、あれ。これダメだな。後ろ蘇生おる？一応押すけどさ、おるなら使わんって言ってよ。うん、これもう逃げれんで分かっとる。もうこれきついっての分かっとるけどさ。いや、そしたら夜なら言ってよ。いや、耐えれると思ってない。え、分かる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 。あれは。うん。分かる分かる分かる。でも火力面白いで、いろいろやりましたよ。今日はでも火力で勝てるよ、多分。いや、上位でおるもん、火力とか。うん、ありがとうございましたということで、あの、ヘビかけてムチやって、もう何、連撃全体じゃないけど快速攻撃か。ありがとうございましたということで、もうこれでもかってぐらいに、ありがとうございましたということで。遅延はちょっと難しいよな。止めたけど、後から出てきたやつに蘇生されるとか、うん、で、負けるっていうの。うん、まあそうだね、やってみたよ、やってみましたよ。まあ後で、それはまあ後のデッキの方でということなんですけど、アマゾンだろう。そう、アマゾン気になるもんね。でもそれやってたら大戦争時間なくなるなと思ってさ。どうせ暇だでいいよ。いや、いかんっていかんっていかんって、そんなこといかんって。100均行きゃいいんだけど、田舎の方ってあんま100均ないんですよね。ないんですよ。なんかさっきと似たようなハイパーじゃないか、これ。まあどれでもいいけど、どれでも打てるであれだけど、こういう時でちょっと横着になるよね。全員が打てるんだったらこれだって全員打てるもんね。別にもう買っといても、あの、問題間違いだけだね。これなら多分間違えても3000ぐらいとかって打てんかな。半分ぐらいでしょ、あれって違ったかな。なんかさっきと同じパターンだな。うん、なんか一色ないこれ。この問題もよう出るわ。うん、よく出る。あの、アドバンスがあるやつだもんね。でもこれなんかあれかな、ちょっと自分、私のなんか苦手な感じのやつちょっと察知しとるんかな。結構苦手っぽいよ、自分の中で。ちょっとあれ、なんかこれさっきとハイパー一緒じゃない、なんか。ん？なんか一緒じゃん、これ。え？エンパ折ってて、なんか、違うくない？一緒くない？なんか。考えとるんだろうね、多分。そうだな、2個使いたいよな。1個じゃあれだよな。2個がどうだったかってことだな、あれ。またこれなんか一緒じゃん、さっきと。
これ。Not only A, but also B. これ。まあ、向こう連携かかっとるでいいけど。何これ？さっきと一緒じゃん。なんか展開しよくないこれ。こんな感じだったよな、確か。2回も食らうってことあれ、これもなんか一緒じゃん。これどう見ても一緒じゃん。うん。あ、ちょうどさなかんだろ、確か。あの2人だろ、もう1個は。水変えてバウアーだもんな、これ。おっそろけ。で、アサちゃん、これ一緒やん、なんかもう完全に。変えんかな。変えんかな。アサちゃんかけられたらこんなのダメじゃん、こんなの。ありがとうございます。これちょっとあれだったか。いや、もうダメだと思ったけど。バーがおらんかったらダメだったよなと思って。ありがとうございました、ということで。でも今日、キャロクじゃなくて軽くありがとうございました。買っとるよ。上位勢見とると。私もやってみたもん。わかるわかる。蘇生だな。蘇生が多分少ないだろうね、最後。ウーマンで行くっていうあれ入れんねん。展開が多分多いんじゃない？使う人が。最後の方って。馬生まれ？あ、またあれじゃねえか？なんか似たような展開じゃないか？狩られる？狩られるか？水にしそうだらかからんだら逃げれんわな。そうだな。考えるわな。そりゃそうだな。火で折る時点ではダメだもんね。色変えんことには。あれは、だってなんかこれ似とるぞ、ハイパイ、なんかこれ。ちょっともう、なんこれ。まあ一応タゲとくけどさ。どれ言っても一緒だもんな。お互い一緒だもんな。向こうも別にあれだもんな。熊野丹でも、あれ撃てるもんね、メテオ。これさっきと一緒やん、なんか。似たような展開になってくんじゃないの？なんだのカムプ。うん？うん、そっち行ってくれたからだね。あ、ちょっと待った。そっちじゃない方がいいか。こっち行ってった方がいいか。あ、ちょっと待てよ。間違えた。間違えた、ごめん。しまった、ごめん。間違えた。間違えた、間違えた。間違えた、ごめん。間違えた、しまっ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 た。しまった、ごめん。しまった、ごめん。間違えた。間違えた、間違えた、しまった。やってまった、やってまった。やってまった、しまった、しまった、しまった。しまった、しまった、やってまった。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 これは逆に後の方がいい。あの、水だで。しまった、やってまった。ごめん。しまったわ。カムプはわかる。うどんであれなのは。イベホ入っとるで。6000いくつなので、当倍だで。あれはわかる。カムプ今日残したら、っていうか今日本当に3人の時、なんだろう。あれダメだわ。生存補正が本当なんて言うんだろう、クソみたいになるもんでさ、あれあかん、本当に残しちゃうと、うん、これしまったな、やらかしたな、うん、完全やらかした。ここあれだね、今日あのチームはおらんかったね。あの色変えていくとあれだな、絶対これは無理だわな、どう考えたって。
蘇生されるともったいなさはあるな、だけどな。これ完全しくっただけど、本当あれあんなにあんな変なとこしたんだろう。あれあっちこすってことはさ、あの後ろに積んどるんだよ、だから嫌なんだね多分。うん、これしくったわ本当。洋幕のパレンケとか結構ありなんですよ。あのちょっと耐久は足らんけど、あの一個ほとんど食らわんから、ほとんど食らうわけないよね風だで。うん、こっちも一応あれだろうな、完全しくった。うん、迷っとる。下げてないもんあれじゃないかなと思ってさ、うん、ごめんなさい、ありがとうございましたということで。しくった、あれ完全しくった、本当に最初なんであんないろんなとこポコってやってましたから、ごめんなさい本当に。しくったあれはありがとうございましたということで、すいませんでした、ごめんなさい、ありがとうございました。完全しくっちゃった、ごめんなさい、ありがとうございましたということで。これも時間的にずっとなんか同じメンツになってくるよね多分、展開的にどうなんだろう。アマゾンだなそれよりな、あんだけなんか何にも買い物できんと苦痛だと思わんかった。いや買い物したいわけじゃなくてさ、足らないものを買いに行くのがめんどくさいってだけ。あでも足らないなら足らないでいいか。いや別にそんな仕事に使うわけじゃないでしょ。うん。え、そう。そう。うん。そうなんすけど、そうなんすけど。100均までわざわざ行かなあかんだよ。行って買い物しなあかんだよ。現金しか使えんかったらどうすんの。そんなことない。お前んとこそんな田舎なの。あれきついな、打てんだろうな、あれ打てんよな、ちょっと待って。きついな、これ。4000。いや、20% もらっても、カヌプ落としたいんだけど、カヌプ今日さ、生き残らしてめっちゃ暴れたい方でやられた時だったんだわ。あ、味方だったんかな、確か。うん。5700だもんな、そうだよな、あれ。きついよな。なあ、イベホン相手で強えんだよなこれ、うん、でパイセンのあれ、パイセンもあるしあれだもんな、地面もあれで特攻だもんな、うん、パイセン結構やっぱ引かれそうだよね。後ろの方のハバキとかウーマンとか打ってこうっていうあれなんだろうね。で回数かけてあっちは避けますみたいな、うん、素直にここら辺あれだね、ここは捕まう、うん、水替えてあれだよな、レーティッシュとかな、もう絶対なんか最後の方うまいやるまんみたいだもんね、まあ、そりゃそうなるわな。ここだね。9周年はあれか。とりあえずは。99は重いよな。そうでもやっぱ最後出てくるとめんどくさいけどな、あれはもうどうしようもならんもんね。あ、かかっちゃうけど撃つしかねえな。もうしょうがねえもんな、これ。ここね、あ、下げれんかった。これはもうダメだな。これはダメだ、分かった、分かった。これはダメなの、分かった。うん。分かった、あれは。あれだな、カノプ難しいな、あれな。倒せんもんな、20パーもらっても。
ありがとうございました。私の構成で言うと2枠とかにあの なんて言うんだろう7000とかぐらいの体力のやつ置かれると結構きついな、あれな。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。きついな。だったら前も置けばいいじゃんかということは抜きにして、三三はでも本当あれだよね、タゲのあれとちょっと結構あんたお着にしそうでしょ。だからそうやって予想見してあるじゃないの、問題あるじゃない。最後になんか時計の音出ましたよ、キーンコーンかなんか、ちょっと待ってごめんなさいなんかあれじゃない、あのもらってきたんじゃないの、久しぶりにあの都会出たもんで疲れたんでしょ。もう疲れた、本当はくったーっとなったもんね。感想、うんうん、どれでもいいだったね、うん、本当になんか体とかなんかもうくったーって、本当にあくびが止まらんかったしさ、もう、うん、体勢なかったら多分あれだろうね、寝とるだろうね。寝とるってことはないけどくたっとしとる、本当にくたっとしとる、うん。風があれだよな、あっち行くってことか。地味だけどこれあれだよね、うん、そこで一発あれだもんな、うん、そう、これは儲けたパターン、うん、これは当然、うん、どっちみち私が先行ったったらあれか、か、あーそうか、ちょっと待って、どっち行くんだあれ、どっち先だろう、パレかな、パレだよな、パレだよな、多分その読みにかけれんかったな。そう、あれがでかいんですね。そうそうそう。こういう、まあまあ倒せんのあれではないけどね、この相手だったら別に。少なく私かエンパどっちかが下げてていきゃ、私が下げた方がいいな、あの指輪終わる分、うん、多分打てると思うけど、指輪、生き残りがかかっとるで結構ダメ上がってきますよ。だからあのウーマンとかの最後の4面あれワンサイドゲームになるのがよくわかる。だからカバーで生き残って火力を上げるって割と実は作戦的に、ほら今だってあれでしょ、6900でしたでしょ、生き残り分だな。全然あのわかんねえあれ本当に、うん、私一応こっちにしとこう、すいませんよ、あの なんとかさんあのあれ中国のやつ、あ 60% カットかかると、あのメモリウムあいつ体力高いもんね、ヘビーでもだって2100だもんな。バウバウるかしょうがねえな、2ついこう、いや後ろに蘇生おるなら言ってくれ、あれだけどさ、何にもあれだから多分違うよなと思って、だったら見送る逆に。違ったな、違ったからあれだな。私まあこっちか。うん。行こうか。怖いであれだな、蘇生の保険かけるわな。バーバーあるで。じゃあやっぱ出すな。あ、そうか。で、まぁ、あ、ちょっとちゃんと見てなかったわ。火力でもなんか強く見えるぞ。使っても確かに思う。ありがとうございましたってことで。遅延でいくよりは火力でいった方がいいんじゃないかな。色があとあれだよな。あそこどうやって落としていくだよな。ありがとうございましたってことで。なんか使いたいなと思って、なんかじーっと今あれでしょ、デッキ見とったでしょ、そわそわ見とったでしょ、うん。
やりましたよ。やるはやりましたよ。いろいろ遊んだ。2ターンでこの何カズ太郎を引き継ぐやつ。どれがあれなんかなということでさ。風はあんまあれなんだけど、結構最初の方がいいかなと思ったやつはさ、すっごい風狙われとって、遅延もおるのもあるし、あのあれ、米倉のあの200ナンパのやつ、ゴロちゃん、あれ2体ぐらいかけて、私全然計算できなくてさ、おさんくていいかなと思ったらさ、ダメみたいだったりさ、怒られたけどさ。だってゴロちゃん2人と誰か1人適当なやつ3人ぐらいであれだよ、パレンケじゃない、カエス太郎引き継いだラクダ2体ポコッとあっさりやられたよ。いいんかなと思ったらさ、その先生計算できとったみたいでさ、私が分からんかったらいかなんかな、どっち行く、まあどれも打てんだけどね、私真ん中しか打てんよね。やれは持った、本当にすっごい風狙われとるもんでさ、ラック持ったしさ、ただもう風パレなんかやめようかなと思って、あれは分かった、打てんのは、よく分かった、本当に。ここはどうだろう、耐えるのはちょっとあれだな、ちょっとあれか、2枠のあれだね、疲弊もそこそこ目立ったね。進化パレがあれかな、少ないでかな、ラクダ来たな、ここ落とす、あでも落ちる、でもあれだな、水だけだもんな、そこまでは届かんね、ここの火力じゃラクダはあれだろ、さすがに。火ならもうあれか、真ん中落としたいけどな、真ん中ちょっときついよな、マンタが行ってどう、いけん、マンタが行けばいけるでしょあれ、あいけたんだ、3334か、結構ギリだったなあれ。どれでもじゃあ合わせようか、なんかシューって言ってたぞ今、アマゾンのメールかだから本当にあれだけど、え耐える読み違うよな、耐える読み、えなんでなんでなんで、今のはあれラッキー拾ったんじゃないか、えあれはラッキー拾ったんじゃない、完全にどっちか1個でよかったよな、ゴー君かかとでそう思った、私が無駄だったな、ゴー君かかっとるあれだったもんね今の、ごめん、あれ後ろおったんだな、ごめん、いや、ごめん、あれ私すっから忘れとった、そうだよな、そんな不自然だよな、のんべえが最後だっていうのは。44分、まだまだあれですね、アマゾンな、なんであれなんだろうな、新しくなんかが電話してなんかあれ聞いてみたい、聞いたいの、ありがとうございましたということで、ログインできな、何にもあれで、そのログインの承認メール送ってくれんもんね、自分に絡める打つとメールは送るで、ありがとうございましたということで、私のメーラーだから大丈夫、私のメーラーってあれだろ、お前のメーラーなんか迷惑メールばっかだろ、ほとんど使ってないだろ、メールなんか仕事しないとメール使わんだろう、今ってメールとかじゃないよね、会社とかでどういう風にやったんだろう、 LINE とかの使う、なんかあいつツールだよね、
多分。仕事でも LINE とか来られてもうざくないか。そんなことない。女性のなんかあれだね、萌え声の上司とかというね、メガネとかしてキリッとしてさ、ちょっともうそこ遅延しないで嫌だよって、また変なこと言うのよ今日そういうこと喋っとったら、なんか通行人かなんかの人にさ、じーっと見られた。ピッピーってなんか鳴らされたよ確か、うん、鳴らされた、はよ行けみたいなさ。多分口の動きでなんかこいつバカなこと言ってて分かったんだろうね。ちょっと今すごい怠慢なんで何にもあれだったね。あの水で行った方があれかな、うん、これほんとここあれなんだけど、私だとパイセンも打てんし、城の回復したのも打てんし、まあそれは4000だもんな、うん、てかあれ悪いんじゃなくて、薬庫も微妙なんだよね。少なくが倒せんもんね。乱数だよね、あれ確か。なんで私、所定とか思ったんですよ、あれ。あんま良くないっていうことないけどさ。帰るな、帰るな。帰るな、まあいいわ、一応言っとくわ。これは、作戦成功だね、向こう。やったね、してやったりだね。あれは完璧だね、向こうね。ねえ、これはグッジョブだね。ただ止まってほしいな、これはね。これもなぞなぞ探したんだよな、これ。ゴークの火力弱いよな。何にもあれがいないやつなんだな。そうか。これ結構きついね。そこまで届くんかな。いや、打つは押してたけどさ。85% かけられたあれか。ちょ、どんなもんこれ。結構きつくね。でしょう。そう思うわ。あなた一番足りない問題だね。うん、これきついな。だからゴー君使い出したんですけどね。そんなもんであれだな、避けるため消化とか増えてくるんだろうな。思う。2じゃ足らんか。2人おるか。まあ1割か。うん。そうだな。使っとかあれになるわな。もう最初から言ったってことか。これは積んだな。なあなあ、これは。いや、ターゲット感でこれあれ使わんとかんで、うん、これ向こうの考えてること絶対あれなんですよね。完全勝利なんですよ、当たり前だけど。お互いそうだもんね。こっちの考えとることあれだよね。完全勝利を避けることだよね。ありがとうございます。私は思ってないんだけどね。残数をかけるけど、それがお互いの主役だもんね。ありがとうございました。ということで。だから最後のとこあれだよね。ありがとうございましたと。なんだ。完全勝利の避け合いのバカし合いじゃないけどさ、残数とか分かってくると、あれ。蘇生の調整とかさ、もう負けが、まあまあ負けだろうな、みたいになると、ちょっと何でも、完全敗北を避けるような感じのさ、あれだよね、指示じゃないけどね、なるよね。逆パターンだとそうだよね。完全勝利を目指す勝ち方を試みようとするよね。蘇生とかを調整したりとかさ。後藤までやったらもうあれか、やりすぎか。後藤視野でもあれだよね。次のとこで蘇生出てきてくるあるもんね。ちょっとそこの主役があれだね。普通と違うとこだもんね。49分。でも意外に3戦とかそんなもん、4戦ぐらいとかいけんのかな。3人対してて結構人が少なく見えてもそこそこあれ回っとるよね。実は。昼間とかでもやれるもんね。うん。それは思った。うん。
appreciation.これ今日割となんて言うんだろう、あの文句言ったりとかあれじゃないけどさ、若干あれだな、熊野田のこと言うとしましょう、この問題もよく出るわこれ、ペザ君結構見たけどね、これ回数攻撃打ちやすいでかな、あいつを。2枠のいるわ、でもあれ分からんわ。まああれは残るのはもう思った。うん、それは思った、完全に。うん。火力的にはちょっとあれか。火の分あれか。届くか。遊び要素って遊び要素なんだけどね、これね。水に変えて打てるかどうかってことだね。うん、いや、いいんだけどね。ここは落ちて早く出したいね。ああ、結構いったね。あ、珍しいのができた。レーティしとるな。あ、そうか、そうか。うんトドカンはな、あれはな、二つかけられると、うん、それはもう、ウーマンが俺でトドカンか、まあしゃあないな、うん、ああそうか、三枠あれだね、蘇生した方がいいよな、うん。ここはもう難しいわ、うん、そう、あれかかっとでいかんだな、あーまだ継続があるか、継続があるでかんな、ダメだなこれは、引っかかっちゃうな電で、それでこうか、3枠のところか、2枠のところか、あの辺りか、一概に色はあれだな、決めれんよな、うん、思う、そこのこれは意外に弱いんだよな、実は弱いんだよな、ちょっと待ち、ちょっと待ち、ちょっと待ち、あの魔女の弱点だよな、幽霊でも倒されるってことだな、これでも逆にあれだね、体力高くてカット率が低いとか設定だったら強いだろうな、1200で倒せんかったあれ、え、嘘、はい、え、あれダメなの、はい、倒せんかったよなあれ、え、1200であれなんだ、ありがとうございましたということで、1200でダメか、いや何も大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、おさけど大丈夫ですよ、あ、今のありがとうございましたということで、これあれだね、正当番号のやつ、ありがとうございました、いや、ちょっと待って、あれ、押したんか、どれ、どれだ、ちょっと待って、あれ、ないな、いつ OK ないな、あれ、押せん、まあ分かって、いや、何も悪いのあれです、大丈夫でございますと、3人対戦の時は本当にあの超えられん壁は絶対あるよね、思う、やっとって思う、これは、うん、どうしても、ただあれだな、ポジはなんか引っ掛けにくいっていうか、すごい引っかかっとったが、一回あった、うん、相手が本当に水だらけの時とか、ゴー君の時もそうだな、相手が火だらけの時とか、なかなかないけどな、難しいな、これはな、うん、決めるのは、うん。
まあ、ここまでなんて言うんだろう、かたくなりに火に変えて、うん、そんなには思っとるよ。有利かどうかなっていうのは、ここでの裏の掛け合いもうほんとわかんねえもんこれ、うん、マジで俺こっち行った方がいいぞ、うん、うん、こっちの方が多分、うん、そうだね、ライン的にはこれ絶好じゃない、うん、私が打てるかどうかだけど、こっちの方がいいよな。やっこにあっち行ってもらった方がいいもんね、火力あるで。ヒルズが逆にペサ君行ったってあかんし、自分があっち行ったってあかんない。いやでもこれが一番あれだろうな、あ、よかったと思うよ私は、うん、珍しい問題出たねこれあれかパソコンでもなんか拾ってきたんかな、何にも思わなかったけど、アマゾンなんか今日だったかな、買おうかなーってなんか言ったら、あれなんでログインしてないんだろう、うーんとか、あれ何これみたいな、みたいな、あ、ラックが来た。不思議と私こういう場合絶対あれなんだよ、残りあの1のは蘇生の方たげるんだけど、まあ、どっちも多分倒せると思うんでいいと思うんですけど、たげるな、不思議とこっちやる、なんか残したらさ分かるでしょう。いや問題間違えてこじれてさ蘇生されたらさ変になるかな、レーティッシュおるね、なんでそこでバターリアおるの、ちょっと待った、そうだな、もう歌うわな、でもレイジ主連撃かかっとに 2.5 は、ちょっと待てよ、水じゃもう入らんわこれは、85だもん、あかんわな、なんでいきなりバターが出てくるのここで、これでこの展開でなあ、普通じゃないあれだもんな、ちょっと待ってさいよ、うん、使わんっていう可能性はあれだろうな、うん、打てんかな、どうだろう体力的に、あー1300であれでダメなんだ、ダメかあれで、ダメか、ダメか。これだやらかしたやつ、確か。確か間違えとると思う。あのさっき言っとったやつ。あのさ、でもマスコさんさ、あの冗談じゃなくて本当に何ヘビかけて、あの何回数やるとえぐいよあれ。ありがとうございましたということで、こういう日でも今日なんか割と何ありがとうございましたということで、なんだありがとうございました、あのデッキ構成がやっぱこれぐらいのは多分作りやすいんじゃないの、自分のなんて言うんだろう、遊びたいのコンボのさ火力とかさ組みやすいところじゃないですか。本当に昨日ステップじゃないけどあれ見て思ったけどさ、あのすごい伸び伸びしとるっていうか、あれ思った、だって昨日何の100もないところでコースでヘビとか40いくつとか、まああなたのあれか思考回路が逆にあれか防御になっとってカロとかああいうとこ行っちゃったのか、そういうのばっか使っていくかっていう風に見えるんかな、ヘビとかムチとか当たり前だよ、うん、マノス打てんでね私、うん、7000いくつは打てん、うん、火に変える必要はどうかなと思うね、うん、そんなにあれかなって、うん、あっち打てんでな、打てんじゃな、これは。
進化パレンケが少ないでまあいいかなと思って、たまにこうやって当たるけどね、うん、あれさめんどくさいね、ほんとね。水で当たり前だけど倒せんし、火でも当然あれで残すしみたいな。でここで残すとあれがなるで、めっちゃ待って、あれちょっと待って、うん、これが進化パレンおらんかったらいいんだけどな、めんどくせえなあれ、カットされるもんな。あれめんどくさいよほんと、ここ落としたいね、一応落ちたの確認してから後から言ってるんだけどね。本当は私が薬庫行ったらあれか、いや2発行っとるな今の。師匠出てきとるがなんだこのこれ、ちょっと待った、どっちも一緒だよな、遅延残しとくとかめんどくさい。まあ、3人で打てるでごめんなさい、あっさりあれだったな。ヘビかどっちか、ちょっと待てよ、ヘビを言ってほしいな、しまったな、ヘビ行かなかんば、これはこっちだ、こっちこっち、すごいとこ来たね、うん、一応後にしといたぞ、色があれだでいいと思うんだけど、こんな展開なかなかないよな。そうか、あでももうあれか、あ1時終わっちゃうな、待ってくださいよ、なんだこの展開なんだけど、あそうか、朝ちゃんあれか、マジか、なかなか泥仕合だ、これやばいね、400% かかって何にも、それだけか、ただ生き残っとる分ちょっとあれだな、危ないかったね、ありがとうございます。あそこら辺の汗じゃないけど、あれが切れてきたか、そんでもあんなのな、ありがとうございましたということで、すごい泥仕合ありがとうございましたと、もうこんで、あ、汚染かった、汚染かったということで、こんな感じで終わりましたということで、疲れたねで、こんな感じでございまして、どうでしょう、70、違う83の56、そんなあれだな、だな、うん、まあ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 ということで、トータル的にはそれでもあれなんだ、昨日の時点でもだってこれさ、あのちょっとサバ読む言い方じゃないけどさ、あんだけ何負けた負けたと言いながらさ、182でこれ約6割だもんね、まあ6割ないよ、若干ないけど、だったらまだ何声裏がっちゃったけどさ、まだあれだもんね、今日で言うとこんで最終的に6割は一応あれなんだね、あそうなんだ、ということで、まあとりあえず適当にいきましょうかということなんですけど、アマゾンかな、それ そっちばっか頭がいっとるで、全然集中力がさ、携帯よそ見しとったらあれだね、あれほんと初めてやった、なんかいろいろこちょこちょやりましたよ、上からずっといこっか、すっごいクソみたいに長いね、水に変えて
最初の時、当たり前だけどそうだけど、これ色なんか、なんて言うんだろう、読むの難しいよね。水パレにしたら普通になんか風のパレとかダーって並んでさ、っていう時もあるしね。で風のまま行ったらエンパできて、あれーっていう時もあるし、で風パレで行ったらさ、なんか遅延並んで、何こいつらみたいな。まあでも火で攻めてくるっていう方がセオリーはセオリーだよね。ただ三枠のところの遅延あんまり気にせず、割と風でパレのままゴン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 使って、とりあえず少しでも残したらみたいなところがあるから、一概に言えんな。でまあ一応水じゃないの見てて、でも心の中でやっぱ水の方があれだね、思う。火で攻めてくる方が、だからそうだね、風パレの方をターゲットにしろか、狙うんだったら、耐えるんだったらそうだな、風では行きたくない。あの遅延があるのとより、あの風特攻もろ食らうで、あれ思った。ゴロちゃんだってこれ 230% の、これどういう計算なんだ、ちょっと瞬時に分からないかった。先生が使ってって言った時にもう私のあれでも問題あれで押せる状態じゃなかったでさ私のがあれなんだないや、でもいいんかなと思ってさ、押しとってポンって止めたんですよ。多分本当はもっと文句言いたかったと思うよ。ガンのバカ誰がって多分思ってた。これこれこれ2人200、これで掛け算ですよね。3.3 のってこと。ゴロ2人とね、あと1人誰かすごい火力少ないやつだよ。2000あるかないかぐらいのやつだったよ。こんなの3人どうでもいいだろうと思ったら違うんだな。ちゃんと計算してみとかね。協力でもそうですもんね。最後の方なんだろう、あの昔の協力じゃないけど、あれって3人だったか5人だったか、相手が3か、あの倒してくるやつでも、なんか攻略ステージみたいなやつありましたか、昔の協力って。あれって何、最後の方でさ、連撃かけてくとかじゃなくてさ、対戦みたいにさ、うどん田島じゃないけど、うどんなんかパーセンアップ、それから連撃系とかじゃなくて、この手の何、師匠とかさ、マンマンとかさ、パーセンアップ系をどん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 かけて3対4対5対とかっていう風にやっていくって感じだったもんね、協力ね。ちょっとなんか爪切りたんできたな。アマゾンが気になってしょうがないだろう。まあということで、こういうの見たらさ、あんま風で使いたくないよなと思って水にしたんかな。3枠でちょこっと停滞するし、4枠のところにモズル置いといてもちょこっとするから、5枠あれ馬うでもいいかなみたいな。引き継いだものの風カットがあるから、火の壁がないでどうかっていうところありますけど、昼間だったかな、なんかの時は3枠の完全風対策で、後ろの方は火対策とか置いときゃまあいいかなみたいに思った。風より火5億置いた方がかなと思った。3人5人だとちょっとあれだね、対策じゃないけど、そこら辺あれはな、あれメンバーによって違うな。人によってもそのバウアーの使い方も色変えたりとかあるし、カット避けたいってことはね。そうだ、水ならもうあれだもんね。その代わり馬うできたら辛いっていうところあるけど、あ、馬う別にいいか。ただあれ特攻は効かないかんか。水で倒せんもんな。まあ全部が全部いけるのはなかなかあれだわね。ということでこんな感じでまあやりましたけど、別にこれでもそこそこだったと思うよ。使い続けるわけじゃないけど、いろんなのやりたかったもんで、まあそんな感じので、これは、ということで。これコストオーバー組んだら確か196、そう、これでどんな風になるかって見たかったら、ああそうか、ダメなんだと思って、いっぺんやってみたかったんですけどね。割と初手のあの60使うと後ろすごい窮屈になる。そのために飛燕するんだったらあれでいいよね、あっちでいいよね。だからこうしちゃよかったんだろうね。これでいいんだろうね。そんなに火にするメリットなんかあるんかなって。風の風太郎はなんだろう、最速タゲで落とせる、とりあえずは。あ、うどんとかもちろんそうだけど、いやでもこれ2枠と3枠の色は難しいだろう、正直。最後の方でもそうだもんね、ああやってなんて言うんだろう、風カット入れた私みたいなあの5億の壁を置いたのを避けるために水にしてくるってことだもんね。
そしたらあれか、バタリアも出てきたりか。そうだな、一概に絞れんな。うん、これこんな感じにしはできたんだね。やれんかった、それ回らんかった頭に。うん、まあいいわということで、多分通用はしんと思ったけど、どんな感じになるかなぐらいを見たかった。まあ風に全体かけてもあれだもんな。逆にパレンケを火にしたいなと思ってさ、っていうのはこれ布石なんですけどさ、火にしようが水にしようが風にしようがパレンケって2万ですよ、約ザクッと。でこれとりあえず火にしたパレンケで2万ですが、で風太郎の 50% を引き継いで何かやっても2万とか作れるんですよね。1万ぐらいあるか、 体力あるやつとかかな、お城さんとかに置いていくと。そういうやり方って別にありじゃないかなと思って、そんであれか、森軍団じゃないけど森シリーズの方か、あっちの方をどうかな、イベホで言ったらこれ1ターン耐えたらね、まあ落とされた方がどっちか言っていいけど、短縮してなんか面白いなと思って、パレンケとかなんか一緒に並んだ時にそれでどん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 再起動してゴリゴリワンサイドゲームみたいになった時あったんですかね、確か。もうそんでちょっといい気になってるんですよ。あ、短縮って結構面白いんだねと思って。3人だとダメージが少ないで、そういう考え方もありなんだろうね。うん、だってそうだからね、エンパだってこれ3人なもの落とせんすかね、5人だったらまだね、うん、5人だったらそんな風のパレンケをそんな裸のまま使いにくいだろうな。遅延もあるし狙われるもんね、そんな風なんか。うん、そこはあるなこれな。いや思いました本当に。うん、でこんな風にやったんですけどさ、悪くは別にない。196これダメじゃないの、これアウトじゃないか。196は初手変えなかんのじゃん。クマルタンかなんかでいいだろこれ、別にそんな見えっぱらになるの。待ってくださいよ、こんでいいんじゃない確か。どれがあれなんだろうな、落としていくっていうか、どん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 あんな風太郎をかけていくんだったら馬うよりあれだよね、コスト5出して馬だね。馬う意外とめんどくさいかな最後おると。うん、だ安定はシーンはな、うん、そこはもう結構それを避けるためにあれだもんね、火じゃないっていうケースが多い。打ってく方は火じゃないっていうふうにしたいんだろうね、色はね。風も避けたいだろうな、というか水になるんかな。守る方はしょうがないもんね、色はね。前で描いちゃうとあの壁が置けなくなるから、どっちするかですもんね。うん、まあこんなの別に全体的にはそこまでひどくはなかった。うん、あ、こんなのもやりましたよ。初手がそれでいいのかって言ったら別としても、うん、ドラゴンでいいよなこれだけどな。ちょっと待って、ずっと気づかなかった、ごめんなさい思いっきりあくびてた。うん、疲れそうだね、何もしてないのに。うん、まあそう言うなってことで、こんなん来ると逆にコストもったいないよね、低すぎて。え、ねえこれだと弱いよな、もっともっとできるな。ポディはやっぱあの人数少ないと思う、ある程度捨てないときついよなと思って。風太郎のちょっと捨て不足を感じる、あれば。うん、ダメージ計算とかじゃないけど、そこら辺のところがシビアに分かっとしてて、本当にこれってデッキ組むときとか最初あれなんだろうね、2枠とかでも。だから何、風太郎耐えて打てるようなやつとかさ、数値的にとかっていう風のが、だからあれだろうね、2枠のあの7つ、あいつ今回のイベホの火のやつ、あれ7500きついんだよね、きついんですよね。そこら辺を分かっておけるんだろうね。うん、まあもちろん水変したのに倒されるっていうのもありますけど、でまあ、こんなんもやりましたけど、別に悪くはなかった本当に。うん、そこそこは動いてた、使い続ける気はならなかったですけど、違うよなと思った。ポジじゃないし、コストこんだけ余ったでもうちょいできることはあるよなって、うん、これも初手あれだねこれでいったんかな、196で確かいけたよ。打ちますよ、でも普通こうじゃないか。止めて負けた。止めてなんかあの後から出てきた蘇生にやられた。うん、タイミングはでも合うね。まあ、エンパのあれじゃないかな、かばいつつ落とすみたいな感じで。
だでもこれ連覇連覇でいったって相手が引っ張れになる時やったし水パレになる時やったるから一概に決めれんね。水パレでいって風に引っかかる時もあるからどれがって思う。なんか2、3のなんか色合わせちょっと難しいかなって。長期目線的には2枠まあ火の方がいいと思うし進化パレ少ないで当たる時もありますけどトータルとして確率を薄めた言い方としたら3枠に関してもまあ火かなと思う。遅延の可能性もちろんありますけどあの特攻食らうあでもあるか地味品で狙ってくるってもあるかかな。これでちょっと待ってくださいよ。50% でこれ耐久度1万1000ぐらいじゃなかった倍ぐらいやったよね確か。そんなもんぐらいやったかな。火で1万1000ならまああれだよね。使い方によっちゃそうだよね。これ別に田島1人分ぐらいは吸えるってことか。で全体打てるんだもんね。ただそこで2枠でカズサルを使うことのコストとデメリットとメリットどうなのかっていうところだよね。またこれ対戦のレギュによって結構変わってくると思いますけど、遅延はそうと合わんことはないけどそれで勝てるかって言われると難しいね、そのために色変えてくるともあるから、ということでなんかお腹減ってきたね眠いけど。これが196度でハマるはこれが最初考えたやつかな確か。水に変えるのはどうかな。2枠の数だろう水ってのはちょっとまあでもこれ火だから別にいいってわけじゃないね。普通にユキちゃんのカモだしな。自分が打ちやすいのはあの火のが打ちやすい風あの水の方が打ちにくい、これ温泉だってあれだもんね。水あそこら辺の城とか城回復してるとで4000じゃきついだろう。もうちょいないとかあるよね。半分ぐらいないとかあるもんね。ラクダがちょっとどうかなっていうの耐久値が少ないもんこれ引き継いでもパレンケぐらいしかならんからだったら何パレンケ入れて2枠その余ったコストで遊ばした方がって思うんですよね。まあでもこんな風にしか組んでけんかったかなコスト的に、悪くはなかったですよ別にやっとっても、ただやっぱいろいろ遊びたいし結局似たような形になったらなんかカバーを引き継いでいくような、だからまあそんなには使わんかったです、ということでどうかなと思って。確かにこれ火力があれだな1ターンしかないってところね使えるのが。でやっぱり今日で言うとあの風の色を3枠で入れたくないね。あの遅延とかその風特攻とか引っかかる可能性あるから、これ本当に皆さん多分今日は結構自由度高くてやりやすいと思いますよ。火力でも遅延でも短縮でもそうだね。別におらんわけじゃないからさ最終遅延だって別にね、いろいろ本当できると思う。火力はやっぱ本当なんか楽しそうかなと勝手に、なんとなく見とって、いや使って見とると思うもなんかもういいな運は結構ポンポン飛ばしてくるのはいいなと思って、勝てるかどうかっていうことでもう今日に関しては火力結構変わっとんじゃないかなって。上の方でちらほら見ましたよ。もう完全なに最後蘇生とかじゃなくてもうご利用したもんね。4枠で連撃ああもうそれは順番にいきましょうかということで少なくでも分かる。これ50%価格とかけて3枠で体力が高くてなんか仕事できるようになっててここら辺だよね。エンパとかこの辺りだよね。火力もあって、HP 高いから耐久高くなってこれだと1万3000、4000見えるところか。悪くないというか強いよね普通にね。今回のじゃなくて今回のイベントがなかったら少なく使ったかな。短縮のがなんかあれだね。耐えた時のロマンがあるね。少なくとかエンパの再起動がある。その負荷ボーナスがある。それ地味にあれだね。勝ちに貢献できんかなと思いましたけど、まあそんな大した勝率なかったみたいだから、貢献しなかったかな。まあいいわということで。こんなということで。まあこんな風になるわね結局。ゴー君から馬うウーマンか、それかモズル使うか、どっちかだね。そのあたりだね。まあ似てるやつばっかだもんね。そう、こんなんで売っていくみたいな。これ風太郎をかけてあれならパレンケにしてっていうとこありますけどね。飛ぶわな、そりゃこんな。連撃かけて、あれだもんね、マスコさんで行きゃ。そりゃね。なんだけど、
でもこんな風にさ、かばって全体とあのやるか、最後マスコさんかで買っとるから、今日に関してはなんかあれじゃないかな、やってみりゃよかったかな、ずーっと、うん、やりましたよ。いや別に悪いと思わなかった。そんなボロ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 そんな負けていくわけじゃなかったもん、うん、こういうのが使えるようになるとまだあれなんだろうね、対戦とかなんだろう、需要じゃないけど火力を使って勝てるとかと結構あれかなと思うんですけどね、どうだろう、うん、で火に変えてて2万で、これだったらなんだ、風太郎引き継いでなんか2万ぐらいの耐久出せるやつって置いた方が火力も出せるしみたいなとこありますよね。パレンケだとあれだもんね、火力は弱いもんね明らかに、うん、まあ落としてて落としてて全体かけてタイミングがあったらウーマン落としたいよみたいな、ウーマンは落とせるわねあれなら、うん、カットかけても結構めんどくさいよこれ、うん、オーバーキルぐらいか。でも皆さんいろいろあれだな、本当見とるとということで、うん、キラーどうかなと思ったけど、ちょっと風ばっか、火のなんかあれだねと思って、うん、いや、まあ3枠対策するのは火かなと思ったんですよ。で進化パレ置いてみた、まあ、悪くはないし、うん、そこそこは引っかかるんじゃないかなと思ったけど、あの発動が2回できますが、最初の1ターン耐えたとしたら、うん、意外と 50% カットを引き継いで、そこにまた 50% カットあるのも、これはこれでめんどくさいよ。これ自分だけの受けじゃなくて皆さんにかかるからさ。火に関してはもうほぼ無効化ではないけど、うん、かなりダメージ軽減できるで、でかいと思うけどな。ただやっぱいい目ほどじゃないけど、あっちの方が捨ても高いし、短縮した遊びができるし、みたいなとこあるね。これ3人なんでしょうね。毎ターン発動できるっていうのがあるから。うん、思う。これは3人だとこうやって何右みたいな感じで3ターンのやつで HP 高いとかで耐えたらスキル使えるってやつを置いても別にいいだろうね。なんかこれ本当思いました。なんか3人対戦ならね、まあ、ちょっとなんか眠くなってきたね。これ同じやつじゃないか、まあ、こんなやつもね、結局まあこんなのずっとずっとこんな国回してるんですけどね、うん、これはあれか、少なく売れたゴー君とウーマンバージョンか、うん、お城さん、でも分かるなこれな、体力高いやつなんか探しとったんですよ。北間さんとかこの辺り入れてみると、北間さんは毎回発動できるてか、お城の方がちょっと火力高いけど、うん、発動はできるしみたいな。これが要はそのなんだろう、ヒパレのヒパレってことか、2万ぐらいの耐久でって、こうやって HP 回復したら 50% カット引き継いで、そうですもんね、倍だもんで、うん、っていうやり方もできるから、無理に火にし、なんかヒパレを風太郎引き継いでなんか演出できんかなって考えたらこんな感じになった。まあ数値的には違いますけど、うん、まあこれ結構本当にそういうなんていうだろう、数値とかなんていうのシビアなとこじゃないけど、詳しいとこじゃないけどさ、どうやっていいんだろう。ダメージ計算やっぱあれだな、上手い人だな。こういうのってなんか思いつくんじゃない、いろいろ、 もっとなんかおかしいんじゃないけどさ、いい意味でっていうのが、うん、これでも思うね素直にね。その時のなんて言うんだろう、色の対策とかにしたい場合とかでうまくこうやってやっていけばさ、 50% 分のやつとイベホとか HP とかっていうところを組んでいけば、風太郎かなりこれ幅広いと思いますよ、遊びの、うん、いろいろできると思う本当に。別に HP 高いだけで耐久になるし、カバーをカバーを置かなあかんってわけじゃないから、うん、って思いましたということで、うん、北間さんも別にやってましたけど、数値的にはそんな変わらんもね、うん、ただコストが重いのと火力が少ないぐらいか、まあ1ターンはこっち発動できるわね、まあ、当然2ターン目から 50% カットはないですけど、うん、まあこんなんも遊びとしてね、まあでも筋はエンパ、そうだな、エンパ少なく合うよね。ね、全体かけながら体力高いもんで。こういうやつできたら結構あれじゃないの、なんか。実は引き継ぎ枠として。別にカバーでね、同じ言葉ですけど、引き継がなあかんってわけじゃないから、火力とか、全然あるじゃないかな。進化立場みたいに体力低いやつじゃなかったら、うん。ガッサとかでも別になんかあれじゃないの、
その日のトレンドによったら、あの自己疎遠させずに先落ちして変わっていくみたいなっていうのもね、思いました、素直にということで。こんな感じのがね、よく考えたよなと思って、うん、盲点なんですよね。最速ではないけど、そこそこ落ちた後のあのパレンケのところがさ、あれ火だと結構火特攻多いから、魔女置いても割とそんな安定してではなかったかな、うん、夕方夜ぐらいとかレイティッシュ結構増えたような非対策、うん、あのパイセンもかけてレイティッシュもかけてで、あれかバウアーで打つよみたいな。あ、でも皆さんあれだな、対策バラバラだなあれは。うん、消化がめんどくさいけどね、これだとちょっと。あそこら辺ガッツ並ばれると落とされるとこあるけど、完全な非対策、あ、でもヘビでもそうだね。壁がかかってないとあかんとこありますけど。うん、あそこを守れると残素差を生んで、後ろの蘇生でポンっていけるわね。だいたい後ろに積んでるのはウーマンか、蘇生じゃなくて多分ウーマンだろうなという意味で。うん、あ、いいっすよ。それかあれか、火力か。うん、まあ残した方から何が出てくるかわからんすけど。よく考えたよなと思った、これ素直に。うん。4幕のパレンケを使っとるのはなかなかあれだろうね。うん。素直に本当にセンス感じた、これは。うん。多分回数を固有名詞は避けますよ。やつは先生だから、おそらく長くやってるうちに、なんとなくあれなんだろうね。こね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 回しながら、そうやって多分答えにたどり着いたんじゃないかなと思ってますか、しません？音切れちゃったね。じゃあ、保存用のマイクは。なんかあくびが止まらなくなってきた、まだ。うん。疲れとるんじゃない？仕事しすぎ？ふっそこけ。何やっとんの、お前。昼間、今日。大きい声で言うなよ。うん。ということで。まあ、似たような感じだね、みんなね。こんな風だね。入れとるやつ、そうだもんね。さっきと言っとる通りだ、ほんとに。ゴーくん、ウーマー、ウマウか。うん。で、カズ太郎を使うかどうか、色変えるかどうか。うん、そんな感じだよね。どうだろう、そんなに強いとは思わんけど、うん、3幕面白いかなと思ってでやったんですよ。変はそうだな、正直なあれだし、うん、後ろもどんな形のあれだったんだろうね。ゴー君代わりにするか、人によってバラバラだね、あれね。 80% カットのなんかタミちゃんかなんかのを引き継いで、でウーマンでかばうっていうのも先生おったね、うん、隣で見させてもらってましたけど、ダメ系さすがだったね。引き継いだやつのみんなターゲットんだけど、 80% カットかかっとで倒されるの分かってて、ウーマン使わんかったもんね、うん、自信の見送りだったと思うよ、まあ、ためらいもないような感じだったもん。さすがだなと思って、私結構多分いいよないいよなと思ったら、 あそうかそうかみたいな風に見とったもん、うん。継続がそうだな、火のやつはないから、あるけど弱いというか、あ、私5億でばらまいた方がいいかなと思ったんですけどね、自分に吸わせるよりは。うん、か、7倒されんってことね。ごめんなさい。あれぐらいしんど逆にあれなんかな、その4幕に、あの福岡のタミちゃんとか、あの火の 80% カット継続、風で引っ掛けたんだしは。これも探すとめんどくさくなってたもん、多すぎて。ちょっとガホンのネームになってきたな、これ。アマゾンが送ってくれんだからな。どれだった？タミ。これ。これこれ。ダメ系とかわかるぞ。だから完全の非っていう読みなんだろうね。いろいろでもこれほんと考え方って皆さんあれだわ、思うわ。こんなんも、うん、引き継ぎじゃないけど最速で幅き出してどうかなみたいな、うん、まあでも今日あれじゃないの、引き継ぐかかばうかなんかしてそのままかばい続けるか、かば、かばった後連撃蘇生じゃないけどなんかでいくか、それかもう火力で後ろは全部押しちゃうとかすればめっちゃなんか崩れとる感じでは自分中心に喋ってかんよ。うん、自分が崩れてない時に座っていってかんよ。うん。
まあとりあえず行きましょうか。ちょっと眠たなってきたな、なんか、うん、これ逆に似たようなやつで後ろ魔女だったらどうかなみたいな、うん、いろんな可能性を探ったんですよね。魔女より逆にパレンケの方がいいかなと思う。火が本当狙われとる、あのパイセンとかじゃないけど、うん、あそこら辺かけたやつ消化とかで一緒に乗ったら結構きついもんね、うん、で市長とかあそこら辺のパーセンアップ系か、うん、思う。4枠以降はもう本当にウーマンのとこでさ結構対策されてるから、本当なんかあくびってもらってるじゃん、眠かれてたもんね、なんか疲れとんじゃないの本当に。ということでこんな感じで、うん、これあお師匠か、これ写しただけか、こんなもんだな。これも違うわ、これ違う、これ違う、昨日の残骸だ、うん。ということでこんな感じでございましたということで、トータルこんなんかあれ本当にあの誘いとかじゃなくて人生はもっとずっこけとったんだろうね。あれでマジで本当にいい経験もらった、うん、人間ってでもやっぱあれだよね、自分のためじゃなくて人のためできるね、偉そうに言うなってて、あれお互いそうですよね、自分だけじゃなくて、なんかね、来る方じゃないけどさ、来てもらう方じゃないけどさ、なんかおもてなしなあかんって、行く方って言った方がいいか、うん、それは素直に思いましたね、うん、普段だと何、私初めてだって思いましたけど、当然なんかそのアイコン上、対戦のアイコン上とか、それから英語もの、ツイッターのアイコンか、そこら辺のところが先行して、当たり前だけど顔見たことないわけだから想像はできんわけですよ。男性か女性か年齢がどれぐらいかぐらいはある程度当たりはついてるって、も実はそれって結構ずれ取ったりすることあるわけか、読みとしても100発100中当たっとるわけじゃないからさ、うん、そういうのがあってみて、あれでも本当にあれだに、やっぱあれって人間って何、いやこんな、なんて言うんだろう、効率いっとる人間がいても説得力ないかもしれんけど、会ってみた時のニュアンスだとは本当あれだろうね、そのこの中だとなんだろう、わだかまりとかあったりしても会ってみるぞっていうところあるね、うん、あれはもう本当に対面じゃないけど顔見たら逆に言えんこととかあるよね、なかなかつげつげ言えんこととか、うん、あなたは言う？いや俺、私はあれですよ、別にその何にも遠慮しとるとこはないよ、うん、ただこれ一個だけ別に格好つけて言ってるわけじゃないから無意識にやっとるんですけど、相手のなんだろう、ネガティブ要素って言わんかな、プラスのとこばっかり言うかな、なんかなんて女性に何株でもあげようって、あのあれじゃないです、今ってコンパとか言うの、女性とかとさ自分の好きな人とかとさ飲みに行ったりとか、それこそ嫁さんでもさ結婚する前とかさ口説いた時とかってさ、相手のは当たり前だけどさ、絶対そのなんて言うんだろう、弱点じゃないけどさ、デメリットみたいなとこって言わないですか、メリット言いますか、絶対に絶対にそうじゃないです、上げ足取るようなこと絶対言わないですか、そのような感じかな、好きな女性をおもてなすみたいなイメージかな。私感情移入なんか早いんですよね、すぐ人好きになるかな、女性だよ当然、うん、いや男性でも別にあれだよ、その何て言うんだろう、同性をどうのこうのとかそういうあれじゃなくて、人間的にそれはあるよ、なんか感情移入入っちゃうっていうのはある、うん、まあそういうことです、うん、あれは本当に思った、うん、会ってみてそのニュアンスはあるだろうなと思って、うん、まあ、もちろんあれだよね、初めてだけどこれ100回とか200回とか繰り返したら中には何だこのクソったれみたいなっていうのもあるだろうね、人によってはああっていうのはあるだろうね、人によって許容できるとこ違いますもんね、もうそれは絶対無理っていう人だっておるもんね、うん、私みたいに許容範囲が広いっていうかさ、うん、まあ、逆に言うとどうでもいいと思っとんだろうね、そういう人もいると、まあいろいろだわね、まあそんな感じで、なんか眠くなってきたし爪も切りたくなってきたし、なんか落ち着かないのでしょう、アマゾンのメールがね、うん、なんか現実逃避で寝てちょっと忘れなかったね、忘れるわけないでしょ、早起きしてあれでしょう、どうしようかなみたいな、まあそんな感じで終わりましょうか、今週も大変だもんなとね、うん、まあ忙しいでございますので、暇だでいいじゃん、うん、本当にまあちょっと疲れたね、
まあでも真面目にいい経験でございましたということで、経験はでも本当やっぱそうだわ、うん、あのどんなことでも、うん、悪いことでもさ、うん、悪いこととか辛いこととかでもさ、うん、あんまひどいことはあれだね。あ、最後に一つ名前は別に避けますけどさここら辺のおる人たちっていうと、ある人たちっていうか、自分のこと言われるのはなんていうんだろう、なんとも思わんってことなんだけどさ、周りの人とか関わった人とか言われるのが辛いっていうのは、あれそういえば私も一緒だよなと思って、言ってくれるのは自分の方を矛先向いた方が楽だよなって、他のなんか関わった人とか言われたりする方が逆に辛いよなって、うん、っていうとこかな。そういうとこあるかなと思って、ああ共感できるとこあるんだなと思って、うん、自分もそうですよ、うん、そんなぐらいかな、うん、それふと思ったんで、まあ、そんな感じ。だんだん口がなんか回られてもね、眠くなってきたもんね、酔っ払ってないのになんかろれつ回ってないよね、うん、思います。まあ、そんな感じで、うん、Amazon ね、どうしたんだろう何も買えないよということで、まあ、そんな感じで本当に終わりでございますということで、はい、ということでそんな感じで終わり。